てぇ、お疲れ様です。チョコレチテイ、お疲れ様です。どこネタねえな。今日何のネタですか？ダイソーにゴミ箱を買いに行くネタですね。そうそう、今からダイソーにゴミ箱買いに行くんだけど、視聴者の皆さん、まあ、アンチコメントはまあいいわ、許すわ、 100許してあげるけど、はい、まあ、ハゲとかもいいんだけど、まあ、ハゲじゃなくなっちゃったな、はい、でもな。そうですね、ハゲってなくなって、このアデランスってよく言ってくれるけど、まあ、アデランスの宣伝かやと思うけど、まあ、それはいいんですけど、まあね、一つさ、まあ、本当これちょっともうやっつけたのかなと思っとるのは、はい、会社にも板電子くらい使うんだわ、ほんとバカみたいな子供みたいに。なんだろうな、あれ中学生が、なんか、はい、俺もようさ、こういうキャラでさ、はい、もう親にもよう言われるけど、中学校とかってさ、やっぱ入試の時とかってストレスがすごいんだろ、やっぱ勉強いっぱいしながら。ああ、そうですね、もう追い詰められちゃいます、ね、追い詰められた、お前追い詰められた。追い詰められましたね。勉強めちゃめちゃ頑張って、親にもやれって言われて、塾とか行って、はい、で俺なんかこうずっと楽しそうにしようじゃん昔から。でそれ本当に中学校の時かな、出る板電が家かかってきとったんだわ。あ、家にですか？昔なんか家電しかねえじゃん。マキマキカチュニャブケーンとか言って、本当だよ、本当だマジですか？ああ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 あだろうって言って、はい、俺勝手にって決めて、はい、その学校中の噂になっちゃったんだけど、ピー入れとけよ。あ、ピーですね。まあそいつの一応はプライバシーもあるもんで。そうですね。そうそう、でまあそれはいいんだけど、まあ会社のことにさ、はい、もうバカみたいな電話してくるんだわ。はい、でまあ一つね、まあなんかそれに乗じてかなんか知らんだけど、はい、まあこの辺の明らかに愛知県かな、業者だなこれはって思うやつらも電話してきとんだわ。あ、業者から、うん、やっぱあれだろう、妬みだろう。で、お客のフリッシャーにしてくんだわ。あー、はい、こいつバカだなと思うんだけど、もうバッバレだわと思って、はい、何って言ったら、お前うちお前あれだろな、コンピューターみたいなの入れとるでな、セキュリティで。あー、はいはい、どっから電話かかってきてるか全部バレとるで、お前ら全員訴えたるでな、お前本当にマジで。おいおい、お前だってなっちゃってお前やってなっちゃってお前やってなっちゃってなんちゃってなんですか。あ、そうそう、じゃあまあ視聴者ビビっちゃったかなって。あ、怖いなって、ね、面白いかなと思って言ったら怖いかなと思ってめちゃくちゃ迫力ありましたね。あ、迫力出た。はい、まあ、みんなビビった。ちびってますよ。嘘つくなってじゃあビビったら感じちゃん面白いなこの人っていうために俺は大きい声出しちゃうんだよ。そうですね、そうそう、普段こんなんじゃないや、もっと本当に怒るとき嫌な怒り方するやん。そうですね、もうそうですねってお前ダメだお前事故りそうだった今俺は。運転中ですか。そうですねってお前運転中ですから思わず言っちゃった。言っちゃいました滑りました。お前ダメとんな。なんでまあさ、いいけど、まあね、特に、まあ、愛知県の業者で、まあ、これバカだなと思うのが、はい、コメントにもちょっとよくあるのがさ、安売りすんなってよく入ってこ、まあ俺それ削除してあるけど、はい、まあね、お前らのとこでら安売りしとるだろうとか、それ昔から言われたんだ、塗装屋で始めたよ、から。あ、そうなんですか。でももう十何年やってるわけじゃん、塗装屋でね。はい、まあ、元々トビの会社だったんだけど、はい、で、塗り替え道場って一番最初に作ってもう13、4年だわ。はい、で、その頃に何って本当に叩かれたのは、塗り替え道場は安い。安売りしとるだろ、安売りしとるだろって。めちゃくちゃ言われたの。はい、で、まあ、一つ言うけど、まあ、そのお客様にとって安いかって、俺も見積もりも最近同行したりすると別に高くもないし、安くもないと思うんだけど、別に。だけど、安売りと安いの違い教えたるわ。うちは安売りじゃない。安いんだから。ああ、はい。それ何って言ったら、ちゃんと利益が出る単価で出してるわけよ。だからお前、例えばさ、まあ分からん。言ってることがよく分からん。そうですね、ちょっと難しい。例えばさ、まあ、カメラとかあるじゃん。はい。じゃあカメラって5年前のさ、性能でさ、はい、まあスマートフォンでもいいや。5年前の性能のものって今いくら安いだろ、もっと。そうですね、5年前のもの。例えば5年前に一眼レフで10万円した。一眼レフとかあるだろ、お前一眼レフ好きだろ。はい、そうです。でじゃあ今その性能のものっていくらで買える？1万しないぐらいでも買えますもんね。もうデジタルカメラでも同じぐらいの性能になっとるじゃん。はい、でどん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 その技術革新が起きとるもんで安くなるじゃん。それって何って言ったら企業努力でいいものが安く作れるようになっとるわけでしょ。でうちも同じなわけよ。いいものが安くどんどん作るために何やるって、営業効率上げたりシステム作ったり広告宣伝費っていうのも会社大きいもんで、ね、YouTube ってやってこうやってもう今なんか YouTube 見てお客さんも来るわけでしょ。そうですね。で企業努力の結果値段が下げれとるわけでしょ。それって俺決して安売りじゃないじゃん。だけど俺よくあいみつでよく思うことは、はい、じゃあうちが100万円出しましたと。俺結構見積もり早く出す方だもんで、もう電話あったら結構パッて行って見積もり出します、はい、で予想の会社が例えばうちのレベルまで来てないのに、はい、塗り替え道場が100万だったら99万円でやりますと。これって俺は安売りだと思うの。それ何って言ったら、
例えば俺は企業努力の結果100万円でもいい仕事ができて会社も儲かるよ、私はあんたたちに儲けさせてもらえるよって潤う値段なわけよ。だけど塗り替え道場の100万に合わせて99万で売ったらどうなる？そいつら、まあ、足場は自分のところでやってない、足場外注、シーリングも外注、はい、もしくは塗装の職人さんがやってる、はい、で塗装の職人さんもね在庫で投げ取る、まあ、もしくは従業員でやってるかもしれん、で広告宣伝費はうちより倍かかってる、ブランド力もまだまだない、はい、で塗り替え道場が100万でやってるから99万でやるって言ってる人ってさ、それって企業努力ないじゃん、それ安売りじゃん、ただ、はい、うん、だから取りたいから欲しいから99万で売ってる、はい、でも見積もりの時は120万110万とか例えば出してたら、はい、でその110万があなたにとって適正価格なんでしょって、あ、はいはい、違う、そうですね、これ原価だけじゃないでね、じゃあ仕事がじゃあ100本あるところと50本あるところだったら、はい、100本あったら安くやっても利益出るわけじゃん、1件あたり5万円もらったって100本あったらだって50万あ500万あるわけだろ、はい、だけど50件しか、まあ、10件しかなかったら5万円1件あたりもらっても50万しかないわけだろ、だけど100件あったら500万のわけだろ、はい、もう同じ5万円しかもらわんとするじゃん利益をね、だけどそれだけ利益率って変わってこん、変わってきますね、それだけでも。まあ、分かってる俺の言ってること。なんとなく分かってる。大事なとこだって。じゃあ視聴者の皆さん分かるかなこれ。だって安売りはしてないんだよ、俺は。一切。はい。まあ、もちろん社員にも、いや、もっと値段下げれるじゃん、これ。って俺やってんの、今。お前らこれ、原価甘いわ。いや、こんなんでお客さんとかお前ら行くなって。営業マンもそう。大事な、はい、原価なんだわ。営業マンが一人当たり1000万しかできないのと、1500万できるのと、はい。で、500万しかできないのと、営業マン一人当たり、例えばじゃあ10件しかできない営業マン一人当たり平均毎月10件年間120件の担当しかできない、そういう中200件の担当できるのかで言ったらどっちがお客様に安く出せれる、120件と200件ですよね。お前聞いてなかったのに人の話、おいこら、いやちょっとお前こう映し見、はい、ダイソー来たやてもうついちゃいました、安いのが好きだよ俺は安いのが好きだよ だろこれも限界やろ、そうですね、ダイソーで売っとるものはダイソーで買えばいいんだって、こんなバカみたいに何でも買うでも高いも買うだろう、すぐアスクル使うだろうみんなはたけんだよアスクル100均で買えメッセージですね、自分の金だったらそんなお前100均で買うだろう、500円もするハイザー買わんだろう、アマゾンで1000円もするハイザー、ここでお前カンカン100円のやつ、もうこれ全部100円やお前これハイザー100円十分やハイザーみたい、それもコストだろう、だってお客様を幸せにするために、はい、で俺よく最近言っとらん営業とかにも、まあお客様のためにってなかなかイメージ湧かないと思うけど、これ視聴者もよく言うよ、値引きすんだとか何すんだとか、うん、で値引きしたら俺らも一緒に下がっちゃうやねえかって、あちゃうんだっつうの、はい、お前ら本当にバカやな、本当に安くやっても儲かるような体質にしなが、例えば人を雇うだとか給料上げても別にいいと思うんだよ、じゃあガソリンね安い、ほんでお前バカみたいにグランドハイエースみたいな燃費悪いアルファードとかで現場行ったらするやつおるだろう、はい、アホかっちゅうの本当、うん、まあねプリウス乗ってけいプリウスやばいけいでもそういうことやん、それが企業努力で利益が出てちゃんと金が回っていけばまたそれをさらに投資して買い、でその利益もまた自分に使わずに会社に使うから俺は利益が出たわけでしょ、はい、でまた今こうやって YouTube やったり何やったっつってお金が残っとるか残っとらんか知らんけど、またさらにこうやって新しいビジネスに金突っ込んどるわけでしょ、会社は。わかる俺の言ってること、はい、まあ、聞いてないでしょ、いや、聞いてますよ。分かってますよ。俺、ボーボーにするぞ、カメラと思ったら、お前、ほら。分かってますよ。本当なのか嘘なのか、探るようなメスでやめろ。カメラ回ってる時は冗談だって大丈夫だぞ。そうなの？お前なんかちょっと怯えとるだろ。あれだって、お前、視聴者はこれな。これが俺だよ。お前、チキンで！でも、本当に、淘汰されていくよ。そんなことコメント欄に入れてる人たちとか、いたずら電話したり、塗り替え道場に対して、お前らが救っとるおかげで、俺らがお前、困っとんだって言ってくる人たちおるけど、そんなことあなたたち淘汰されていくよ。下請けでもそうだよ。10年後にじゃああなた今使ってもらっとるかしら。いい仕事もコストだからな。で、いい仕事ができやいいんだわ。で、今お寺もやらしてもらっとるじゃん。やっぱお寺ってなかなかやれる人がいないんだわ。そんな大工でもそうだし、飛びでもそう、足場も複雑で、それはいくらでももらえるわけよ。だけど、いくらでもじゃないかもしれない。今まで 1人区5万円だったものを、4万5千でも利益出るよって。じゃあそりゃそうじゃん。だって民家の足場組むのとお寺の足場組むのと違うわけだろ。みんなプロの職人がいる仕事と、うん、例えば民間マンションみたいなとこだったら、
って、うちは実習生とかも使うだろ。安い労働力って言ったらあかんけど、実習生とそのコラボ、3年生、2年生ぐらいの子たちと、10年選手がコラボしていい現場作っていくから、はい、コストと品質を両立できるわけでしょ。だけどお前そんな誰でもやれるようなことを2万5000、3万円の給料もらってる人たちがやってみ、それは合わんよって、お客さんが喜ばないよ、それはって。それはどんな仕事もそうじゃない。だから俺は別に安売りなんか15年間1回もしたことないんだわ。安売りなんかしんだ、ただ安いだけだうちは、うん、それでも利益出てんだから、利益率高いから、うちは営業はもうほんとビシビシにやってるわけだし、はい、いやもうすごい教育しとるわけじゃん、はい、でうちはもう店長何って言って管理職がおらんだろ。あ、そうですね、確かに暇人おらんじゃん、はい、俺も動いとるじゃん、うん、ドーンって座ってタバコ吸っておーっつって電話一本だけでさ、はい、会社に10時出勤11時出勤してやってる俺。いや、もう朝一番から。俺が一番忙しそうにしようだろう。はい。もう本当に本当に目が動いてる。いや、本当に。お前、何撮ったんだこれ。お前、今、いいって感じで言ってたよ。でもそうだよ。俺も忙しい。俺もやりたいこといっぱいあるし、はい。嫌なこといっぱいあるし、だけどこれじゃあ人にやらして、もう一人従業員雇えや、それは楽だよ、俺も。YouTube もそうだろ。はい。お前らも忙しくさせとるわけだろ。はい。その代わり残業とかは、少ないじゃん。そのカメラ業界とかね、編集業界っていうのは厳しいって言ったけど、俺はピシッとやってピシッと帰りましょう、はい、だから優秀な人材も集まるだろうし、うん、うち営業マンも職人もみんな優秀だよな。その代わり厳しいから変な子は辞めてくし、はい、うん、しょうもないやつは辞めてきゃいいと思うんだわ。で、二流のやつは二流の会社働きゃいいよ、うん、一流のやつが一流の会社働きゃいいんだから、はい、だから俺は給料もいいと思う、予想よりね、うん、で協力業者も何百人はいないか、でも100人近くおるわけでしょ。じゃあ社員と協力業者合わせたら100人ぐらいおるわけでしょ、はい、でもその人たちっていうのはもう何百人の中からのえりすぎられたエリートたちだったよな。うちはこの値段でこの仕事ができる人たち、はい、金なんぼでも出したらおるよいくらでも、うん、だから そんなこと言っとったら本当にコメント欄荒らすバカみたいなやつと電話してくるやつ本当にいい加減にしとけだろ本当に、うん、企業努力しろよお前。でそれで飯食えたらもう別に文句ないな俺も。だけど俺に文句言って、俺が売りたいものだとお前がやりたいことが違うんだから、うん、だってカメラマンの世界でもどんな世界でもこれは同じ。でもそれで愚痴ってなんか予想を批判して生きてって自分はその殻に閉じこもるのがいいのか、それだったらもう閉じこもっときゃいい。で世の中が悪い、世界が悪い、何が悪い、コロナが悪いって言っときゃいいんだけど、はい、俺はそうじゃないから、別に全部自分のせいだと思ってるから。でそれコロナでもそう、はい、コロナが来てそれ準備してなかったら俺が悪いんでしょ。次のコロナも来るかもしれない。で、東海大震災来るかもしれない。はい。で、それで自分たちが潰れたら、それのせいにしとったら楽だけど、はい。でも自分たちがやれることをやっときましょうっていうことが、大事じゃないの、うん、まあ本当ね、ちょっともう本当に板電は、ちょっともう許さんぞと思っとるから、はい、まあこれちょっとね、真面目な話もしちゃったけど、本当に板電は、まあちょっと本当に、まあそういう装置とかなんか調べて買ってさ、はい、もう誰が電話しとるかってもう調べや多分分かるよ。NTT に電話したらちなみに全部調べてくれるかな。あ、そうなんですか。じゃあもう嫌がらせだったら全部出るよ。ああ。その被害報告出して警察沙汰にしちゃったら。ああ。で、裁判やったら金取れるぞ。あ、はい、でもそんなことしへんけど、はい、もうまあ やめなさいよ、本当にね。もうそんなことする俺もその暇がないで、はい、もう警察沙汰にもしんけど、はい、もうこれ以上やってくるならまあ分かんない。別に事務員さんに頼んだらそれやってくれるってな。俺のせいにしちゃってしょうがない。塗り替え道場のせいでお前がうまくいってないかもしれんけど、俺のせいにするんだったら頑張れ。死にゃへんで。はい。うん、まあ、ほんといいこと言っちゃったかな、これ。あとね、求人道場ってね、今皆さんね、こうやってまあ最後まで聞いてくれた人ってビジネスね、一生懸命やっていこうっていう思いの人が多分強いと思うんですけど、はい、せっかくだからね、求人マッチングって今やってるんで、無料でやってるんで、500人までだね。あともう150社ぐらいになってきてるわ。で、求職者も結構見に来てる。で、見に行ったってください。もう今130社、40社、50社ぐらいかな、今。求人出してるんで。はい。で、自分の家の近くでね、まだ仕事忙しいところもあるかもしれない。うん。で、まあ、後の使い方は、ここに仕事、マッチングも自分たちできるじゃん。会社同士も。うん。仕事頼むこともできるし、はい、で、そうやってマッチングもできるから、まあそれと、うん、あとは塗装屋さんと一般の人をつなぐ外気塗装のマッチングっていうのも今やってるんで、はい、でこれも無料でやってる、まずは、うん、50社50社50社限定かなでやってますんで、ぜひそちらの方の登録もお願いします、はい、それも無料のとこマックス行ったら俺も本当もうさらに金つぎ込んで、もっといいものもっといいものもう全国で一番マッチング日本一、うん、道場マッチング日本一道場になったろうと思ってマッチング日本一道場ってなん？あ、マッチング日本一道場、まあ、分かりやすいですね。分かりやすいだろ。分かりやすいですとにかく道場はつけるなんだって道場なのもうピシーピシーだからよろしくお願いします。お願いします。